がんの中で最も死亡率が高い肺がん。その対策として有効なのが禁煙と検診です。詳しいお話を秋田県医師会の辺舞子先生に伺いました。秋田県の喫煙率は 20.3% です。特に男性の喫煙率が 33.9% と全国の中でも高い数値となっています。電子タバコだと通常のタバコよりも有害物質が少ないので大丈夫といった考え方をする方も時折見かけます。電子タバコのような新型タバコには紙巻きタバコからは検出されないような物質も含まれており、どのような健康被害を及ぼすか長期的な研究は現在進行中とされています。電子タバコによる死亡例も出ており、有害であることには間違いないと言えます。町村が実施する肺がん検診の受診率は 22% です。ただ国が目指す 50% という数値には達していないので、今後とも検診の普及が必要だと思います。肺がんで根治手術を受けることができる患者さんは約3割と言われています。検診で見つかった患者さんの半分が早期のステージ1期であることを考えれば、いかに肺がん検診が重要であるかがわかると思います。今日からできることとしては、タバコをやめる、または周りの大事な人のタバコをやめさせることです。検診と禁煙、2つを継続することが健康への第一歩となると思います。死亡数が最も多い肺がん。定期的な検診受診で、がんで死亡するリスクに立ち向かっていきましょう。次回からは子宮頸がんについてお伝えします。